はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい。ということで、本日はですね、ゾーイを利用した無限ループ編成ということで、はい。まあ、数年前にちょいちょいやっているこの企画なんですけれども、ゾーイというキャラがいます。こちらね、今はあんま話聞かないけど、昔は一世を風靡したスーパーキャラクターとなっておりますよ。はい。まあ、どういう性能してるかっていうと、ニアビを使うと、まず味方全体の HP が1になるんですよね。で、これで、でまあ1ターン内で火ダメ無効で4ターン内で HP 吸収っていう効果になってるんだけど、うん、まあこれで HP を1にすることで排水を効かせてぶん殴るっていう編成がまあ昔は最強だったわけですよね。このゾーイちゃんなんだけど、今やもはやあんまり言われてないわけですよ。昔はもう、水着ゾーイ。これもともと水着キャラだったからさ、リミテッドキャラじゃなくて水着キャラだったので、いやもう季節限定やん、ゾーイ引かないやつは愚か、みたいな、人間は愚か、みたいな、そんな感じで言われてたんですが、もはやあんまり聞きません。今回の話でも一言も聞きません。はい。そんなゾーイちゃんを今回は活躍させるべく、編成を用意してまいりました。うん。で、ニアビの CT って14なんですよ。長めだよね。HP1 にして4ターン内で HP 吸収。この HP 吸収効果ってのがめっちゃ強くて、うん。しかも、消去不可なんですよ。しかも消去不可なんですけど、この HP 吸収は割合回復なんだよね。うん。割合回復だから、つまり 25% 回復するんですよ。攻撃したら。で、25% かけ4ターン、20% だっけ ?4 ターンで、まあ、HP100% になって、14ターンの間、フィジカルで耐えられるのであれば、コンジャクションが一生回り続けるんじゃねっていうコンセプトですよ。特に古戦場とかは全滅技もないですし、いくらターンかけてもいいので、コンジャクションを利用して無限ループ編成を組んで200ヘルを攻略していこうっていう、コンセプトになってますね。はい。そろそろ最終上限解放してもいいんじゃないか、ゾーイちゃんは。で、他に今回合わせるキャラとしては、まあ、実はね、環境によってね、このゾーイ無限回し編成がバフされてるんですよ。それがこれ、オロロジャイア。ロジャーの3アビはですね、アビリティ再使用間隔を1ターン短縮することができるので、ゾーイの2アビを短縮することができるんですよね。今これ CT14 なんだけど、まあ、12とかで2回ぐらい出るから、このカーザトラクトが。まあ、CT12 とかでぶち込むことができるので、かなりですね、まあ、2アビのコンジャクションをブンブン回すことができるっていうことで、まあその HP ニアビを使うまで、つまり HP0 になるまで頑張って耐えろっていうまでのサイクルを気合でね縮めることができる、耐える時間が少し短くできるってことで、オロロジャイアは無限ループ編成ゾーイのキーマンとなりますね。はい。で、まあ、ここ、デバフ枠とか、ディスペル枠とか、適当にぶち込んでいけばいいんじゃないかな、というふうに思ってます。はい。で、まあ、今回メインジョブ、耐久寄りのためにね、シールドスウォーンを採用しました。アサルトドライブ、アトラクトシャウト、ミゼラブルミスト。アサルトドライブでディスペル持ちながら、まあ、ミストもかけて、まあ、アトラクトシャウトで、まあ、デバフの回復も狙うっていうような構成ですね。うん。でも、現世は、まあ、耐久力意識したんで、こんな感じにしてみました。今回はですね、治癒を 100% 積みました。これもね、装備環境バフですね。回復上限 100%。ただ、HP がね、400% 上限なんだけど、そんなに入れてないです。282%。ただ、防御を結構高めにしてて、そう、HP100% だと防御アップないんだけど、剣種武器を2本入れましたね。セレストダガー、アーテル。これが、2本入れると回復上限 50% ぐらい稼げるのと、まあ、あと、剣種がついてます。はい。これで耐久稼ぎつつ、あと、オメガ武器で回復上限を入れました。で、これで合計 100% 回復上限。さらに、まあ、天使武器入れて、ヨダメアップの天使武器入れて、さらに HP 確保のための、セレストハープマグナですね。このために、セレストハープマグナスキルレベル20を4本作成いたしました。はい。まあ、あれでもいいぜ。アバター杖でもいいぜ。普通に、普通にアバター杖でもいいけど、俺はこっちでやってみたぜ。ということで、石はね、超越るし、もちろん。これも環境バフですね。まあ、ゾーイの無限ループ耐えに大変素晴らしいオスな形になるんじゃないかなと思ってます。それじゃあ行きましょう。対戦よろしくお願いします。はい。HP はね、やっぱ低めですね。主人公11万で、まあ他のキャラ8万、9万、7万、みたいな感じになっちゃってんだけど、うん。まあ例えばトリプルゼロのバフとか、あとあれだね、ベルゼバブのバフとかで、意思的な意味のバフもあるから、このなんか無限ループ編成の、ちょっと不安要素である火力が足りないっていう部分も、どうにかこうにか、なんか環境バフでできてんじゃないかなって思ってます。はい。
で、ミゼラブルミストで防攻防ダウン 25% で、あと春丸ですね。春丸の1ヤビ2ヤビのデバフで、まず1回1ヤビで、これ HP が踏みてよ、この一瞬で回復性能アップしてるからすげえ回復量何かが起きている何かが、なんかよくわからんが何かが起きている、この編成に。ということで HP がほぼほぼ全開しました。3ターンぐらいぶん殴ったら HP 全開かな。で、今回の HP 吸収、ゾーイのニアビの HP 吸収って消去不可なんだよね。そう、消去不可ってことはつまりどういうことかわかりますか。もうここら辺とかもう消えちゃう、普通は消えちゃうんだけど吸収は消えないんですよね。っていう風に考えると安心して耐えることができるという素晴らしいオスな状況になってますね。っていうかね、あれが強い、シールドスウォーンも強い普通に今回のメイン火力はシールドスウォーンさんにお願いします。昔の動画、3年前ぐらいに上げた動画では、火力枠をシスにお願いしてたんだけど、まあシスはね、なんか単純なアタッカー枠としての採用になっちゃうんだけど、シールドスウォーン主人公は耐久キャラプラスディスペルも兼用しながら、ディスペルも兼用しながらも動いていけるので、まあ、シスを採用するよっていうよりもより耐久力を上げる選択にできるんですよね。まあ、ロジャーはマウントとか、まあ、味方全体のバフとか、まあ、ディスペルとかも兼用できて、で、まあ、ゾーイが今回の編成の肝じゃん。で、ここの、春丸の枠は、割かし自由に組めつつ、主人公がそういう耐久とかもできる、アタッカーもできる耐久キャラとして考えると、かなりね、安定感が増したんじゃないかなと思ってます。はい。で、これで、先制レベルが5になりまして、おい。まあ、回避率アップとかバンバン剥がしていかないと、ちょっとタイムが伸びちゃうんで、極力剥がしていきたいんですが、はい、超越ルシュはしっかりと外れていく。おい、ニアビー。これで回避率アップ剥がして、なんか、令和のゾーイ無限ループ編成になりましたね。令和のゾーイ無限ループ編成だ。面構えが違う。よーし、じゃあ、そろそろ倍速するか。はい、ということで、ぼーっとしてたら結構削れてたんで喋っていこうかなというふうに思います。はい。HP50% 超えましたね。このあたりでもね、かなり耐久力がある部分で、この編成の強いところで、春丸がいるんですよね。そう。春丸がいて、まず回復不能のデバフがついてるから、あんまり影響がないんですよ。だいたい HP50% のさ、弱体耐性アップとか、もろもろでどうしても壊滅しがちになっちゃうと思うんですけど、普通の編成って。この編成は、もう1ヤビと2ヤビの攻撃デバフ、防御デバフ系統を全部ぶち込まれてるんで、なんでかっていうと、ターン数がとんでもなく加算でいるから、それによってですね、もうすでに結構デバフがしっかり入っていて、回復不可能ので、 HP50% 踏み込んだタイミングで、春丸のサポートアビリティで3アビのディスペルが全部発動するんで、敵のバフ全部 50% 消えてるんですよね。っていう風に考えると、 50% 以降のちょっと難しいよねっていう部分が、全てね、解決されてしまうんですよ、この編成は。なので、正直 50% もあんまり見なくてもいいというメリットがありますわな。はい。で、まあ、ちょっと問題とするのであれば、やっぱこの強圧系ですよね。強圧系のために、俺、アトラクトシャウト採用してるんですよ。アトラクトシャウトって、弱体効果回復あるんですけど、まあ、ここら辺で強圧の、なんか、辛いよっていう部分とかを、すべて回復していくことができるから、まあ、それで、HP 吸収阻害とかも、対応していきたい。あと、まあ、魅了がつくんだけど、魅了がついて攻撃しなかった場合、ゾーイのニアビが、ニアビの HP 吸収が発動しないので、まあ、そこがちょっと自己要素になるのかな。でもね、ちょっと俺たち硬すぎて、あまりにも。主人公のアトラクトシャウトとかもあるし、あんまり、例えばゾーイのニアビのタイミングで HP が1になりました。ゾーイのニアビのタイミングで HP が1になりまして、そこから2連続魅了でぶん殴られて落ちましたっていうパターン、あんま引かないんだよな。
あの超越ルシのクイック召喚だったりとか、あとアトラクトシャウトだったりとかで HP 回復一度でもしてしまえば、まあ、あの剣士もついてるし減らねえんだよね HP が。そうHP が減らないので、まあ正直なところね、なんかそんなに問題なくやらせていただいてもろてますっていうような感じ。てかさ、結構火力高いよね。通常攻撃50万ぐらい出るんだけど、俺さ、セレストハープ結構入れた記憶があるんだけどな、4本ほど。セレストハープ入れてんのにさ、こんなにパワー出るのかなりえぐくないか。まあ自己要素としてはやっぱこれだね。このなんか固有バフ、なんかその敵の特殊技を食らえば下がるんだけど、なんかこの固有バフがマジできつい。あ、ニアビきた。そう、この固有バフが正直ちょっと厳しいので、そこら辺考えるとですね、固有バフを下げられるように、うん、あのディスペルとか、ディスペルじゃねえわ、グラビティとかスロー効果とか、まあそのあたりはあんまり入れたくないのかなーっていうような感じがしますね。はい、これで、えいえいえい、HP ちょろっと回復していく。ほら、これで超越ルシとかがあるから、もう HP ティロリロリン、14000回復。回復性能アップがついてるので、超越ルシ召喚とか、まあ、そのあたりが、なんか、めちゃくちゃ火力あるんだよね。うん、これで HP 回復。うい、31000回復。一瞬で HP がほぼほぼ全開に戻っていきます。しかも消去不可なので、安心してお使いいただけます。今回の強化効果消去がいっぱいあるおボスに対しても。はい。まあ、極力特殊技使わせて、特殊技使ったら下がったよね。これで、よいしょ。極力レベルを下げてあげたいんで、ここら辺突っ込んで特殊技を食らいたい、逆に。はい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 。痛いんだよな。通常攻撃がやっぱ一番痛いな。で、10%。奥義をぶちかましていく。おい。奥義の追加ダメがさ、ほら、結構火力高いんだよ。俺多分、アビリティダメージの減衰足してないな。アビリティダメージの減衰に足してないので、基礎火力もう少し上げるだけでめちゃくちゃタイム縮むような気がするわ。奥義ゲージが 0%。340万。いいダメ出てますね。で、うい、ディスペルかまして、よだめアップ剥がしてるから大丈夫。おい、おい、おい、痛すぎ。で、これで、サンアビが自動発動。次の増位、8ターンか。8ターンはさすがに間に合わなさそうなので、ミゼラブルミスト、デバフも加えて、アサルトドライブでディスペルもかませる。シールドスオンのアサルトドライブがね、マジでいい味出てるね。うん、ディスペル欲しい時に、なんかディスペルもできるし、耐久もできるし、回復もできるから、マジで使いやすいわ。うん、カウンター、バコンかましいの？おい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 、シールドオブバラかましいの？おい、いいダメ出てます。で、魅了がかかっていく。次ターン終わりかな？奥義かましい。主人公のカウンター見せちゃってくださいよ。これで超越ルシ召喚で、サンアビでディスペルも打って、うい。ニアビも打って、これでエンドって感じかな。うん。奥義効果の追加ダメが300万ぐらい出るだろう。うい。火力ねえな。心の底から出た本音。火力ねえなあ。でも、はるまるの奥義2回が、なんか、癒しのようなダメージを与えてくれているんだよね。はい、ということで、討伐完了いたしました。討伐タイム何分ぐらいだろう ?18 分。まあまあまあ、短いんじゃないの？長くは、なんか、こんな装備なのにさ、こんな装備つっちゃったけど、なんか、短めだね。
で、ダメージログはほら、やっぱシールドスウォンがね、マジ強いんで、おすすめっすね。で、まあデバッファー要因とか、ディスペル要因とか、すべてが噛み合い、素晴らしく強そうに見えるこちらの構成なんですが、まあゾーイのニアビによってね、HP ビャゴン回復するし、まあちょっと瀕死状態が維持されてしまった場合は、オロロジャイアのね、このサポートアビリティによって、なんか HP 全回復最大値にできる、みたいな保険も用意されつつ、まあディスペルとかもバコンバコン噛ませるっていう、まあ隙のない構成になりましたね。昔と比較すると。うん。ゾーイ無限回し編成はね、なんか環境によって強化されていますので、皆さんも気になった方はぜひプレイしてみてください。ほな、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。